ここまででいいよ。うん。みんなの生活が元通りになって、私、嬉しいな。今度来るときは、兄さんも一緒だといいな。その願いを叶えるために、今やるべきことをはっきりさせなきゃ。今わかってるのは、兄さんは時空乱気流に巻き込まれて行方不明になって、もう長い時間が経っている。その場所がどこかわからないけど、立ち止まってる場合じゃないってことは確かね。自分の手で兄さんを取り戻すために、旅に出たい。もちろんそれだけじゃない。旅をしながら世界を知って、私が許しの天使として生まれ変わった、本当の意味を見つけたいの。ただ、ベラに向かうタイミングがいつになるかはわからないけど。小さい頃、兄さんに連れられて、ここでよく星を見てたの。いろいろありがとう。あなたと一緒にいると、とても勇気が湧いてくるの。旅はまだ続くわ。これからもよろしくね。ベラ地区？確かに。最近久しぶりにこの区域からの信号を観測した。ベラであれ、このアーシャ大陸であれ、今のところは時空乱気流に押し流されて漂う木の葉のようなものだ。厳密に言えば、2枚の木の葉を行き来できる日がいつ訪れるのか、我々に決めることはできない。現在アガードではこの波の動向に注目している。君たちに先遣部隊として調査に向かう意思があるのなら、速やかに告知と招集を行おう。技術面での心配はいらない。連絡用アンカーを構築してしまえば、いつでも転送ゲートから転送できる。だが、ピクニックでも観光でもないってことは肝に銘じておいてくれ。2回目のタイムリバースから数十年、離散したエリアの発展と現状は一切明らかになっていない。そのうちの一つと再会できることは実に喜ばしいが、過去に例がない任務になるだろう。うん、大丈夫。よろしい。君たちの成果に期待している。